皆さんこんにちは。新宿復興協会の牧師の菅野直樹です。ロボ伝道ネットワークの代表もしています。有名なゴスペルソングに君は愛されるため生まれたという歌があります。この歌は日本で当時自殺者が毎年3万人を超えていたんですね。まあ、最近でも2万数千人。しかしそのような中で、死んでほしくない、あなたは愛されてるんだよ、それを知ってほしい、まあ、韓国の一人の伝道師の方がこの曲を作られたんですよね。で、この歌、こんな歌です。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、あなたは愛されています。川口駅の前で1年ちょっと前ぐらいにストリートライブしながらロボ伝道してた時に、ロッチの中岡さんが番組撮影をしていたんですね。まあ、そこで私の前に来て、何をしてるんですか、なんか一曲歌ってくれませんかって、まあ、ギター持ってたんでね。で、歌ったのが君は愛されるため生まれたっていう歌で、もう本当に心に染み入って、そして慰められた、いい歌ですねってこうね言われたのが、とっても、私の喜びにもなったんですね。間違っていません。愛されるため生まれた。しかしそれだけじゃない。その歌を聞いてそのことばっかり考えてるとね、愛されていると感じないときに不安になる、あるいは文句が出てくる、つまずいた、教会には愛がない、牧師には愛がない、あの兄弟には愛がない。愛があるかないかというのもね、私が思うような愛はない。でも聖書はですね、愛されなさいと一言も言っていない。互いに愛し合いなさいっていうのは、それぞれに愛しなさい、愛しなさいと言ってるだけなんですよね。そこで君は愛されるため生まれたからですね、その歌の2ができたんですよね。こんな歌です。感謝します、私の存在価値を、今まで悟れずにいたけれど、初めから今まで神の愛はいつも私に向けられていた。ありがとう、その愛を教えたあなたに、主がくださったあなたに、キリストの愛で私も使え、この地に福音伝える、あなたは愛されるため、主の愛を伝えるため、主イエスが選ばれこの地に植えられた、もう一つの実を待ち望み、ありがとうございました。あなたは愛されるため生まれたんですけど、本当は愛するため生まれた、そこまで言ってほしいんですね。愛され、イエス様の愛受けている、それを信じて体験し、今度はその愛をあの人、愛してくれないと思うあの人にも、あの人にも、この人にも向けていきたいと思うんですね。皆さん、それが幸せと勝利の秘訣です。愛していきましょう。またお会いしましょう。ありがとうございました。素敵な一日になりますようにお祈りしています。